新型コロナへの感染に不安のある県民を対象に無料で PCR 検査や抗原検査を受けられる県の取り組みが年末から県内の薬局などでスタートしています現場の様子を取材しました現在無料の検査を実施しているのは県内20の薬局や医療機関で検査は原則予約なしで受けることができます 大和高田市内のこちらの薬局では開始した日から昨日までの7日間で21人が検査を受けたほか電話での問い合わせもひっきりなしだということです。すぐに受けられるかどうかで年末年始もありましたので規制をするときに受けてみたいとかというのが非常に多かったです。で今も今現在も電話での問い合わせは非常に多くてですね毎日ですね数件のあの試験の検査をしております。 検査は主に唾液を調べる PCR 検査と鼻の粘液を採取する抗原定性検査の2種類から選ぶことができます今日訪れた女性は週末に県外に母を訪ねるため検査を受けに来たといいます そして抗原定性検査を受け、15分程度で陰性の結果が判明しましまた。陰性で安心しました、手順はあの丁寧に教えてもらいましたし、あのそんなに難しくないので、気軽にあの来れるなと思いました。検査で陰性となった場合の検査結果通知書は、イベントや旅行などで必要となる陰性証明として活用できます。 なお、検査の実施場所や時間などは、県のホームページで確認することができます。問い合わせは、県防災統括室で受け付けています。